ハティニ村ハティニ村の一ハティニ虐殺は1943年3月22日にベラルーシのハティニ村で発生した虐殺事件ナチスドイツによる戦争犯罪の一つベラルーシではハティニ虐殺の記念施設はブレスト要塞ミンスクの大祖国戦争博物館と並び独祖先の記念施設の代表例として知られているハティニ村は ベラルーシの首都ミンスクから数十キロメートル離れたところにあった。虐殺が発生した1943年3月22日の朝には、ハティニ村からわずか6キロメートルの距離にあった高速道路でドイツ軍の部隊がパルチザンによる襲撃を受け、指揮官が殺害された。死亡した指揮官は1936年ベルリンオリンピックの砲丸投げで、 金メダルを獲得したハンスベルケであり、襲撃事件への報復として、ハティに村の虐殺が行われたのだと考えられている。北海道大学の古ュの強氏によれば、パルチザン部隊が襲撃前日にハティに村に宿泊していたことも、虐殺の一因になったという。同日3月22日の午後、警察補助隊の第118大隊を主力としたドイツ軍部隊が、 ハティニ村を襲撃した。この部隊は村人らを一軒の内野に集めて、ガソリンをかけて火を放ち、逃げ出した村人も、機関銃で殺害した。この事件により子供75名を含む村人149名が殺害され、この事件の証人として認定された生存者は、成人男性1名、子供5名の、計6名だけだった。また、26軒の家屋が破壊された。 ベラルーシでは当時、ナチスドイツにより600以上の村が、ハティニ村同様に焼き払われて、皆殺しにされ、戦前は約920万人だった人口のうち約4分の1にあたる約220万人が戦争により死亡したという。北海道大学の古紙の強氏は、ハティニ虐殺は1969年にオープンした記念施設と、作家アレシアダモビチの作品により有名となり、 戦争の悲劇のシンボルとなったのだとしている。第118部隊を率いて、ハテに虐殺を指揮したグリゴリー・バシュラは、ウクライナ出身の人物であり、戦後はソ連に潜伏していたが1986年に逮捕されて、死刑判決を受けた。第118部隊は、ウクライナ人を中心とした部隊であり、ロシア人や、ベラルーシ人も参加していたが、虐殺の実行犯が、 ウクライナ人などであることは、ソ連時代には公表されず、社会主義末期の1990年に、歴史の見直しの一環として、新聞報道されたという。この事件の目撃者として認定された生存者は、成人男性1名、子供5名の、計6名だけだった。ヨシフカミンスキーは、当時56歳であり、成人としては、唯一の生存者だった。 ハティに博物館によれば、カミンスキーは、ドイツ軍部隊が立ち去った後に意識を取り戻し、村人の遺体の中から負傷した息子を見つけ出した。ものの、息子は腹部に致命傷と全身に火傷を負っており、彼の腕の中で息を引き取ったという。彼は後に記念像、不屈の人のモデルとなった。ビクトル・アンドレーヴィチ・ジェイロペコービチは、後に歴史家のルドリングに、 虐殺の様子を語っており、村を襲った部隊は、彼の家族に家から出るように命じ、村の他の家族と共に、村の外側にあった納屋に集められたこと、納屋の壁に、干し草が積み上げられ火が放たれたのを、壁の隙間から目撃していたこと、屋根が燃えて崩壊したため、村人が納屋の扉に押し寄せ、扉は開いたものの納屋の周囲を包囲していた部隊が、 逃げようとする人々に発砲したことなどを証言した。ソフィア・アントノブナ・ヤスケービチは、当時9歳で事件の夜は、おばとニーボ・ボロージャと共に家におり、ドイツ兵が来たという村人の声を聞いて、家の外へと駆け出した兄は撃たれたものの当たらずに、隠れることができたが、おばは彼女を地下貯蔵庫に隠して、ドイツ兵に撃たれたのだと証言している。ドイツ兵は、 地下貯蔵庫に気づかず、彼女は、兵士が立ち去った後に、煙が流れ込んできたために、家の外に出て、ドイツ兵に見つかることなく村の外の農場へと、たどり着き、そこで兄と再会して、共に逃げたのだという。ヤスケービチ兄弟以外では、ドイツ兵から身を隠すことができたのは、アレクサンドル・パーブロビチ・ジェイロポコービチだけだった。ナヤにいた村人では、他に、 アントン・ヨシホビチ・バラノフスキーが足を負傷したのみで生き延びた。また、少女二人が火傷を負った状態で別の村の住民に救助されたが、彼女らはその村が焼き払われた際に死亡したという。村の墓標を果てに村の跡地には大規模な記念施設が建設された。公式サイトに記載されている英語名はザメモリアルコンプレックスコットンであり、ミンスク州。 ラホイスク区の丘陵地帯に位置している。この施設の建設計画は1965年末に初めて文書中で提案され、翌年に着工が承認され、1969年にオープンした。ベラルーシにとってナチスからの解放25周年に当たる同年7月に完成記念式典が開催された。ハティニでは独ソ戦争の犠牲者を追悼する式典が開催され、 また、ソ連への外交施設が訪問する場所の一つとなった。ソ連崩壊後、ルカシェンコ大統領の主導により施設の大規模修復が実施され、2004年7月1日にはリニューアル式典が開催され、ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンと、ウクライナ大統領、レオニード・クチマもさ列した。記念施設が建築される前、ハッティニには、 嘆きの母という名の記念像があったが、記念施設の着工決定に伴い撤去され、代わりに、不屈の人が施設の中心に設置された。不屈の人は、子供の遺体を抱えた父親の像であり、生存者の一人であるヨシフカミンスキーをモデルとしている。村人らが集められ虐殺の現場となった納屋の後には、屋根の形のモニュメントが設置されている。また、 破壊された26件の家屋の後には焼け残った、ヘッツ用模したオベリスクが設置され、プレートには各家の住民の名前が記載されている。後期後半には、ハティニ村以外の記念碑も設置されており、ハティニ村同様に滅ぼされた村185個の名前を記載し、焼け跡の土を収めた、防氷、戦後に再建された433個の村を示す、生命の木、強制収容所と、 集団処刑の場をモチーフとした記憶の壁などがある。永遠の日は、ベラルーシの人口の約4分の1に及んだ犠牲者を示すモニュメントであり、その横には生き延びた約4分の3の国民を示す3本の白樺の木が植えられている。これらのハキニ村以外の記念碑の設置をしたのは、当時の東大一書記ピョートル・マシェロフだという。 ハティに記念公園の中心部のパノラマ画像戦争文学で知られる作家アレシアダモビチは1971年小説ハティに物語を発表した。また、1977年にはヤンカブル入り、ウラジミルカレスニクとの協調で燃える村から来た私を発表した。これはベラルー自然土の戦争被害者の証言を集めて一冊にまとめたものだった。 1985年には映画監督エレム・クリモフによるハティニ物語を原作とした映画炎628が公開された。2008年歴史家イーゴリ・クズネツォフが監修した記録映画ハティニの真実が公開され、ソ連時代に確立されたハティニ虐殺の公的記録に疑問を呈した。ハティニ村がベラルーシにおける虐殺の代表例とされた理由について、 ソ連軍がポーランド軍将校を虐殺したカティンの森事件と地名が似ているからではないかという仮説がある。この仮説ではカティンと発音が類似しているハティニを代々的に取り上げることでカティンの森事件の印象を操作しようとしていたのではないかと推測しているが証拠は見つかっていない。この仮説は前日の記録映画ハティニの真実でも取り上げられた。 ありがとうございます。